有馬川駅は、新潟県上越市大麻有馬川座平浜にある越後ときめき、鉄道日本海翡翠ラインの駅である。1902年に北陸線付設の測量が始まった後、鉄道の到来が現実のものとなりつつあった時期には、長浜に停車場を設けることが、すでに決定しているとの情報が流れた。このため、有馬川住民は、 駅の設置を鉄道当局に約束させるべく運動を展開したが、鉄道当局は、先行している長浜駅と有馬の川は 4km と全国に例のないタンク間であること、駅を設置するために必要な土地の確保が難しいことの2点を挙げて難色を示した。次に、住民たちは陳情を行うが、これも、こうそうすることなく終わった。 1944年、最後の手段として住民は、運輸通信省時間の長崎総之助に面接陳情したが、当時は太平洋戦争の最中であり、また長崎も駅設置の陳情などに応える余裕がなかったこともあって、結局、駅の設置は実現しなかった。戦後、周辺の村の協力も得て行われた長年にわたる陳情の熱意が通じ、 新潟鉄道局の正式な認可を得たことから、1946年に仮上工場として開業、翌年には正式な駅に昇格した。王子の営業実績の一例として、1961年における営業実績は、1年間の乗客数は112,195人、降客数109,302人、旅客収入315,217円。 貨物収入270万155円と記録されている。1969年、当時の国鉄は厳しい世論にさらされていたこともあり、北陸本線の伏線電化事業が完成した段階で徹底した合理化を行うこととなったが、駅業務も対象となったため、沿線住民は市長を先頭に反対運動を起こした。また、 国鉄労働組合もこれにこうして立ち上がるなど、大きな社会問題へと発展していったが、結局1970年に無人駅となった。越後ときめき鉄道への移管直前まで、糸井川地域鉄道部管理の無人駅で、JR 西日本管内の駅で最も北に位置する駅であった。移管後の JR 西日本管内の駅で最も北に位置する駅は、七尾線。 和倉温泉駅である。構内。左に、富山方面、右に、直越方面の列車が発着する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅舎に接するホームに、直越方面の列車が発着し、反対側のホームには、富山方面の列車が発着する。古泉橋はなく2つのホームは、 直越方にある、構内踏切で連絡している。越後ときめき、鉄道への移管後も、引き続き無人駅である。駅舎は、開業時からの木造平屋建てである。駅舎内の待合所には、隠し窓口が塞がれ掲示板となっているほか、ほとんど何もない。駅構内には、旅客用のトイレは設置されていないほか、周辺にも、公衆便所はない。ホームには、駅舎のほかに、 校内踏切から直接外に出るものや、富山方面ホームから直接駅舎とは、反対側に出るものなど、多数の出入り口がある。駅舎から国道に出る場合、駅舎の前が急坂で、横に伸びる細い坂道をしばらく下らなければならない。ことから、これらの出入り口の方が利便性は、比較的高い。ホームは、国鉄北陸本線複線化の際、海岸沿いに作られた。 現在の駅からは、日本海とは国道を隔てて少し離れているが、駅施設は比較的高い位置にあり、駅舎出口から望むことができる。2020年度の1日平均乗車人員は12人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。上越市有間側にある駅で、有馬川旅行も近い。直越方面ホームのあちこちにある出入り口から坂を下って、 海側を走る国道8号に出ることができる。有馬の川駅前バス停。ABCDEFGHIJ 鉄道 U の会。新潟支部。新潟県鉄道全域増保改定版。新潟日報事業者。2015年6月30日。244ページ。ISBN9 兆7848億6132万6066。沿線ガイド日本海避水ライン。 越チゴトキメキ鉄道。2018年8月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年8月2日閲覧。AB、運輸省告示第172号。関東1947年6月25日。週刊 JR 全駅。全車両基地43号と山駅。高岡駅。和倉温泉駅ほか68駅。朝日新聞出版。 週刊朝日百科、2013年6月16日、19ページ。曽根悟る、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線国鉄、JR13 号北陸本線、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2009年10月11日、23ページ。データで見る JR 西日本 2012P89。 何でもランキング西日本旅客鉄道、越後ゴトキメキ鉄道営業案内アーカイブド2015年4月2日、アッザウェイバックマシン、越後ゴトキメキ鉄道越後ゴトキメキ鉄道をご利用状況上越し、統計要欄平成27年度の乗車状況、越後ゴトキメキ鉄道。2016年7月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年7月17日閲覧。 平成28年度の乗車状況、越後と決め木鉄道、2017年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ、2020年7月17日閲覧。平成29年度の乗車状況、越後と決め木鉄道、2019年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ、2020年7月17日閲覧。 2018年度の乗車状況、越後ときめ木鉄道。2019年7月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年7月17日閲覧。2019年度の乗車状況、越後ときめ木鉄道。2020年7月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年7月17日閲覧。2020年度の乗車状況。 エチゴトキメキ鉄道2021年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月3日閲覧ありがとうございます。